はようございます。徳次郎 TV です。ご視聴ありがとうございます。また小穴視聴者の皆様、いつもありがとうございます。本日は9月10日日曜日です。ただいま通称栃木街道を栃木市方面に向かっております。これより壬生町バイパスを走っていきます。目的地はもう一つの地殻大師誕生の地、岩船の興平寺です。実は前回壬生町の壬生寺に行った時に地殻大師誕生の地が2つあることを知りました。あ、今左手の看板が見えましたでしょうか。カメラを戻します。これです。この看板です。この看板しか知らない私は、地殻大師誕生の地がもう一つあるということは知る由もありませんでした。これより栃木市バイパスを抜けていきます。これより東武日光線の上を走っていきます。ここを左に曲がりますと栃木駅があります。天気の方をちょっと心配しておりましたが、どうやら晴れて暑くなりそうな気配がしております。晴れて青空が見えてまいりました。暑くなるとは言ってもつい先日白露を過ぎましたので、秋の気配を感じる暑さになるのではないでしょうか。JR 両毛線の上を通過します。この川があの長野川です。令和元年東日本台風で堤防が決壊してしまった川です。この辺りの商業施設は水害に遭われてしまったそうです。ぶどう団地入り口の交差点が見えてきました。ここを右折します。これよりぶどう団地に入ります。道路の両脇にはぶどう農家さんの販売所が並んでおります。
覚大師円仁の誕生の地に話を戻します。身分説と岩船説とがありますが、いずれの話も鎌倉時代以降に現れたものであり、推測の域を出ないものとし、結論を控えているらしいです。私は専門家ではない上で言わせていただければ、三鴨山をキーワードに岩船説に一票といったところでしょうか。その三鴨山が正面に見え近づいてきました。三度 JR 両毛線の上を通過します。この両毛線の左側にはアニメ映画秒速5センチメートルの聖地の一つ、岩船駅があります。だいぶ三鴨山が大きく見えてきました。この旧国道50号線を渡れば、右側に自覚大師の看板が見えてきます。ありました、ここを右折します。左側に自覚大師円仁誕生地の大きい看板が見えています。ここを右折すれば到着です。到着しました。お疲れ様でした。正式には広平寺別院誕生寺というらしいです。